こんばんは。ウェザーニュースキャスターの山岸愛理です。ここからは明日の全国の天気をお伝えします。明日は傘の出番となるところが多くなります。ほとんどのエリアで雨アイコンとなっていますね。特に梅雨前線の影響で北陸から東北にかけて強い雨に注意が必要です。特にこれまで北陸エリアはかなりの量の雨が降っています。これまでの雨で地盤が緩んでいる恐れがありますので、急な斜面など崩れやすい場所には近づかないように気をつけてください。また西日本方面は台風3号の影響で強い雨に注意が必要です。雨が激しく降ったり雷を伴ったり強い風を伴って雨が横殴りになる恐れがあります。特に九州から中国四国エリアは夕方にかけて、近畿から東海エリアにかけては昼過ぎから夜にかけて強い雨に注意が必要です。今後も最新の情報をご確認ください。以上、全国のお天気をお伝えしました。今日も一日お疲れ様でした。